はい、今回はね、食の安全についてちょっとお話していこうかと思います。まあ私もね、焼肉が結構好きでね、食べることが多かったんですけども、最近はなんか食べないですね。最近はなんかね、野菜中心の暮らしになってきて、随分と肉食から離れたなっていう気がするんですよね。本当にね、週に2、3回焼肉に行ってたりとかね、焼き鳥を食べてた時期もあるんですけども、特に健康に気を使ってるというよりも、まあなんかね、その野菜の方が体に合うようになってきたんですよね。年を取ったせいなんでしょうか。さあそこでですね、今回は、なぜ日本の消費者は食の安全に対して無頓着なのかっていうタイトルでね、記事が書かれていますけども、下の方にグッと行くと、スーパーで売られている、まあ、お肉売り場が出されてますよね。で、アメリカのね、まあ、牛肉とか豚肉とかっていうのも結構入ってくるようになったんですけども、まあ、アメリカのお肉ってこれからどんどん値下げをね、していく方向で、非常にですね、安く美味しく手に入るそうなんですよ。ただですね、このアメリカの牛っていうのが、お肉っていうのがどういうふうに育てられているかってことを見ると、ちょっとね、本当に食べていいんだろうかって気がするような画像がここにあります。ちょっと動かします。はい、これですね。牛さんですよ、これ。牛さんが4つの画像に見て取れますけども、まあ、右上のはね、まだまだ、こう可愛らしい牛さんかなと思いますし、右下のもまだ、野生の牛だなって気がすると思うんですけども、左側の上下2つ見てください。こういうふうにですね、ドーピングのようなものを売って、お肉、売るべき筋肉ですかね、売るべき牛の肉の部位だけを不自然に、増強していますよね。右の画像と比べて左の画像って、一頭の牛から取れる牛、要するにお金のネタですよね。うん、こういうふうな部分がすごく大きくなってるんですよ。およそ2倍から3倍ぐらい、牛肉が取れるんじゃないですかね。で、牛さんもまあね、こういう風に見てると、とても可愛らしくって、殺してしまうのかわいそうなんですけども、それとは他にですね、こういう風に強制的に、牛肉を取るためだけに生まれて、育てられて、で、殺されていく牛さんは、どんな健康状態なのかなってことを考えると、非常にですね、危なっかしくないですか。それ下の方ちょっと行ってみますよ。ドルドルドルって書いて注射打ってますよね。こういう風に、お金の種として、注射を打ってるわけなんですよ。そして、焼肉ってのがこういうふうに提供されるわけなんですけども、この焼肉の要素として、異常なね、ステロイドとかね、ホルモン剤とかっていうのが強制注入されて、とても健康とは言えない牛さんの人生を、このお肉に変えてるとしたら、この肉を食べることって本当に大丈夫なのかなと思っちゃいますよね。これもそうですよね。よくね、オリンピックとかでドーピングが少しでも検出されると、名誉を剥奪されたりとかね、失格になっちゃいますよね。でも牛に関してはいくらでも筋肉増強剤をどんどんどん注入してですね、右下もそうですけども、不自然に太らしたお肉、これをね取ってるわけなんですよ。でちょっとこっち記事に戻ります。記事の方行くとですね、SNS で目覚めた米国人ってありますよね。 SNS によってこの今ねお見せした乳牛の実態とか、本当はお肉を食べることって正しいんだろうかみたいなね。で、欧米人ってのはお肉を食べてきた狩猟民族ですから、日本人ってのはどっちかって言ったら農耕民族で野菜ばっかり食べてきたわけですよ。野菜とかお魚とかね。で、狩猟民族の欧米人ってのはとにかく新しい土地に行って略奪をしたりね、で家畜を殺したりとか、そういうことをしながら生きてきました。それが一方的に悪いってわけではないですけども、最近米国人の間でも SNS によってね、本当にこのまま肉食を続けていいんだろうか、私たちはデブリすぎたんじゃないだろうか、そもそもこういうふうな食肉業者のところに行くと、不自然に太らした牛、とてもね普通に生きている牛とは思えないような肉の塊のようなね、こういうふうな薬漬けの牛を私たちは食べていることが、もしかしたら多くの病気を引き起こしているんではないだろうか。もうね、お肉をやめて自然食品オーガニックに切り替えていこうかっていう風な思想が出てるんですよ。そしてこのオーガニック市場ってのは30年前と比べて6兆円に拡大するまでになったんですよ。6兆円ですよ。6兆円ってピンとこないですよね。うん。でも日本の国家予算いくらですか？ね、100兆円ぐらいですよね。その 6% がオーガニック市場ですよ。お肉の市場じゃないですよ。オーガニックだけですからね。となるとかなりの広がりを SNS で、シェアされてるんだなと。そしてオーガニックを食べるようになったアメリカ人、米国人は当然ですけども困ることが起きてきます。それはお肉が余ってるんですよ。今までみたいに強制的に太らしたお肉、これが売れなくなってきた。じゃあどこに売るかなと。日本なんですよね。日本に向けてこういうふうな
売れ残った人気のなくなったそんなお肉をね日本人にどん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 売っていくと。見てくださいこれ。なんかそう考えるとお肉を食べる気がねちょっと失せてくるんですよ私も。でそういうのもあってですね、野菜中心の食事になってきたかなって気がします。まあだからといって私ビーガンになったりとかすることはないと思いますし、適度にお肉やお魚食べると思いますけども、でもねだいぶ考え方がね変わってきましたね。年を取ったせいもあるんでしょうけども、やっぱりこう生命と一体化するといいますかね。あんまりこれねやりすぎると、じゃあ野菜とか植物は命じゃないんですか、生命じゃないんですかみたいなこともあるんで、まあその辺はちょっとね曖昧にぼやかしていただきます。適当に肉も食べるけども、とりあえずこういうふうな安くていい肉っていうのは裏があるなってことからね、少しずつ肉食から離れていくようなね、そんな自分の精神状態があることに気づいたってことにさせていただきますけども、最後の一行を読まさせていただきますね。無知にならされた日本の消費者、トランプと米国の生産者のカモにされていると指摘されても仕方がないだろう。これ私ね同じ指摘を改めてさせていただこうかと思います。私たちはねカモられていますよ。自分の安全、食の、それからね健康とかね、こういったものを売り渡した上にお金まで失って、そしてですね日本の食肉業者さんも結局間接的にね、この日本から絶滅さそうとしているというふうな形になっているのかなと思っちゃいます。まあいろいろとね今日はお話ししましたけども、シンプルに言ってですね、輸入肉、アメリカ肉っていうのはちょっとまともに食べるのに値しないかなってことですよね。ですから格安の食べ放題とか、なんか焼肉の食べ放題とかありますよね。最近も定額制のが始まったりとか全国チェーンとかありますけども、いやおおよそねあんなところに行って食べるもんではないなと思います。特に子供たちには絶対食べさせたくないですよね。多少コストがかかっても焼肉を食べるんだったら国産のいい肉をね食べてもらいたいなと思っております。皆さんいかがお感じでしょうか。